坂戸幸男さん、どうぞ。北野君、どうぞ。はい、ありがとうございます。それでは早速、お二方から、一言ずつご挨拶止まりたいと思います。皆さん、明けましておめでとうございます。北村幸男です。この映画、去年のですね、12月の中旬に、新宿を皮切りに、始まったんですけども、年をまたぎ、こうして、大阪で、公開していただけるということで、僕が ここでご挨拶できるということが、とても嬉しく思っております。まだ映画が、ね、始まる前なので、余計ないらんこと言わないように、ささやかな、楽しいひとときを皆さんと過ごせたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、監督の井川です。本日はご来場誠にありがとうございます。はい、なんか楽しく話ができるといいなと思います。よろしくお願いします。それでは、撮影中のエピソードだったり、はい、いきなりですが、はい、ザックバランな感じです。すみません、今日はね、北村さん、サングラス、サングラス最初から。これね、これは劇中で使ってたサングラスを気に入っちゃって買い取ったんですよ。それでせっかくなんで今日今かけてるんですけども、どこなんだろうな、これ、そうそう、レイバンってやつね、あんまり見たことないやつなんだけどね。そうそう、だからこれもしね、もしシリーズ化するんだったら、これちょっとちゃんそのためにも大切に保管しとかないとなっていうふうには思ってるんだけど、ね、ちょっとドキドキしてて、その新宿の舞台挨拶でも持ってきてくださったんですけど、今日大阪まで持ってくんのかなって、大変だしなとか思ってたら、本当に持ってきてくださったんで、ありがとうございます。いや、もうなんかね、探偵といえばサングラスっていう勝手なね、イメージもあったけども、まあそういったこと、大切な象徴的なアイテムであるんですけども、ちょっとかけてきました、今回。はい、いや、なんかせっかくだから皆さんの前でしてないバージョンでも、してないバージョンでお話できたら。そうですね、もう撮ったりつけたりしますんで、大丈夫ですよ。はい、ご本人ですよって分かるように。あ、そうですね、別に本当に普段からこういうサングラスかけてるわけじゃないんですよ。そんなかっこつけてる感じではないんですけど、今日はこういう小道具を持ってきたっていうだけの話です。はい、でも劇中で実際このサングラスつけてるシーンとつけてないシーンがあるんで、その辺もなんかみんなが楽しみにいただけるの、ね、これから皆さんご覧になるんで、結構そのシーンごとにここはかけようか、ここは撮ろうかみたいなの、いちいちその監督と相談はしたりとかして、割と僕かけたがってましたよね。割とかけたがってて、ね、でいいんですけど、たまにやっぱりどうしてもこう、登場人物の連城新次郎の目が見えなきゃダメだっていう時があって、その時は、あ、このシーンはつけないでくださいっていう、この細い目でね、なんか割と表情で無言で表現しなきゃいけない時はやっぱサングラスを撮った方がいいっていう、それもね、わかるんですけどもね。だから夜にね、夜になんでサングラスするんだとかね、いろいろありましたけどもね。はい、で、そんな北村さん、いろいろ劇中で演じられてるの見て、いかがでしたか。劇中で演じられてるのを見て、ざっくりしてますね。はい、すいません。いや、でも今北村さんおっしゃってくださったように、このシーンはこうしましょうとか、こうしたいですっていうのをものすごく言ってくださるんで、本当に現場が楽しかったし、すごい刺激的で、このシーンどうなるんだろうっていうのを毎シーン毎シーン楽しませていただいたっていうのは、こっちの率直な気持ちなんですけど。そうですね、多分その場その場で、なんかあんまり相手役の人と一緒にお芝居をしてるうちに、テストを何回かやってるうちに、なんかいきなりひらめいちゃったりとかしたものは、とりあえずこうプレゼンしないと気が済まないたちなんで100回中、1個でも2個でもね、採用してくれればいいかなぐらいに、今までいろんな映画にこだわらずに、そういうスタンスでやってたんで、今回もとにかく現場で活気がこうそれで生まれて、
その共演者の人たちにもこう連鎖反応していってくれればなっていうのは、うん、ありますね、うん、でもその現場だけじゃなくて一つものすごい、劇中で主人公の決め台詞があってでそれは実は、本打ちの時になんか足りない、うんなんかあってもいいんじゃないかって話になって、うんみんなでいろいろ相談したんですけど最終的には北村さんのアイデアが、うん、のセリフがズバッとあってそれは今言っちゃうの言わなくてもいいですよ言わない方がいいのかないや多分これだなみたいなのが多分あると思うんですけどなんかそう口癖みたいなものってそのキャラクターの、またさらに輪郭をこう縁取ってくれるようなものがあってでそれも本当に今のこの時代に割とふさわしくて割とみんなもなんか心の中で思ってそうなことをこの令和のこの時代にっていうのはなんだろうなっていうのはだから今回いろんな探偵の、 あの物語がやっぱりありますけどもねその世界中でも日本の、 昭和の時代からにおいてもやっぱりその令和 の、 その探偵っていうのはどういう皆さんのと同じ時代をどういうふうにこう生きてるのかなっていうところはありましたねだからまあそういう象徴的なポロッというような言葉っていうのは割と、うん、あれば面白いんじゃないかなっていうのはありましたねそれ、セッキミセリフは今は言わない方ですかねうん、どうでしょうどっちでもいい、もう正直どっちでもいいんですけどじゃあ、探していただきますかお楽しみにしましょうか、そうですね、お楽しみにお楽しみに、はい、いや、劇中で何度かその探偵の決めセリフがあっていろんなバージョンで言うんですけどそれ、あ、これかなって探してもらえると嬉しいです、うん、はい、そうですね北村さんのそれはアイデアですからねはいまあ、そうですね、なんかでも普段そういう、うん、みんなもそういうような一面ある気が したんでねやっぱり、うん、言わないと話が先進まないですねその話題ねまあまあでもそれも含めて楽しんでいただけたらなとあとはねいろいろ喧嘩シーンもありますはい、ね、なんか見どころはって聞かれてそれからそのこと言うのかなって、いいですかはい、まあ見どころはまあ2つあると思っていて1つはやっぱその決め台詞含めてキャラクターはこう本は我々が作って用意してたんだけどやっぱりそこに血を流してくださったのは北村さんでなんかあ我々が思い描いてたキャラクターってこれだと思ってこのヒーローだってすごい思ったんでそれってこうセリフだけじゃなくてやっぱ佇まいだったりちょっとした仕草であったりとか例えば、うん、なんだろうありがとうってセリフないけど例えばありがとうって一言どういうふうに言うかってだけでその人物って見えてくると思うんですけどそういうなんか温度感とかをこのキャラクターの温度感とかを北村さんのお芝居で楽しんでもらえればいいなっていうのがまず一つともう一つはやっぱり探偵ものなんで今お話しあったようにクライマックスのアクションシーンがあってで北村さんのアクションシーンはちょっと自分がこだわりがあってどうしてもこう、まあ、要するにワンカットっていう長回しでカットを細かく割らずに一気にお芝居していただきたいっていうオーダーがあってそれはアクション監督の園村さんにお願いしたんですけどそしたら園村さんと北村さんが稽古しながらそのアクションシーンを作っててくださったんですけどそれがやっぱ自分はもうたまらんですねやっぱりこうなんだろうこの連城慎次郎っていうキャラクターがアクション劇中でアクションしてるだけじゃなくて北村幸也さんっていう俳優がもう本当にアクションしてるんだっていうのが伝わってきてそのこう殴ってる蹴ってるだけではなくてこう生き様みたいなのが伝わってくるアクションシーンにできたんじゃないかと思っててそこは自分としては見どころとして皆さんにぜひこの後楽しんでいただきたいなと思っておりますはいそうですねまあ僕ももう今年49歳になるんでなかなかしんどかったんですね、皆さん客席で見ててね割と分かんないかもしれないですけど何度も何度もやるんですよね。でね僕別に普段からこうなんか鍛えてるわけでも何でもないんでだったら普段から鍛えておけばい
いじゃんって言われたらそれで終わっちゃうんですけども、たまにねそういうね、過酷なシーンがあるんですよね。台本のとがきに、例えば泥仕合とかね、もう決着がなかなかつかないとかね、たった一言書かれてるために我々がどんだけこう練習を重ねて、しかもその先ほど監督がね、長回しでワンカットで撮るって、例えばじゃあ3人の敵をこうやっつけなきゃいけないっていう時に、ちゃんとカメラが撮ってる時にちゃんとこう、なんか被らないといけないんですよ。実際に殴っちゃダメなんで、やっぱりカメラのその皆さんの目から見て本当に殴られたように、殴ったようにっていうのを、その被りとかも結構なんでこんな熱演してたのだからそういうのを全部こう緊張の糸がずっとあって、それを全部お約束事を全部クリアしてハイカットって言ってチェックして OK っていう、その一つ一つがやっぱ全部正解しないとそのシーンが埋まらないっていう、だからなかなか何度もできないし、僕もそういう体力なんでね、だからそういう意味ではもう割と早い段階でこの台本が決まる前から、そのなぜかその喧嘩のシーンだけ先にやってて、でも実はそれがとっても役作りに役立ったんですけどもね、あこういうちょっとずるくて卑怯な一面があるんだっていうのが、その喧嘩のシーンでその園村さんがつけてくれたのをヒントに、セリフに載せたり、会話のシーンで普通に何でもないシーンでもちょっとそういったイメージをちょっと膨らませてやらせてもらったりっていうのはありましたね、はい。皆さんご覧になってないからあれなんですけど、後でそのシーンを目の当たりすると思うんですけど、冒頭で頭突きあるじゃないですか。頭突き、お邪魔しますで頭突き、あれって どちらの間だったんですか。あれはもうちゃんと園村さんの、はい、そうですそうです、その長いアクションシーンの冒頭が頭突きがあるんですけど、あれとかすごいなんか、はいはい、面白いってめちゃくちゃ言われてひどいよねひどいと本当にひどい人なんだなと思うけど、それをぜひご覧になってください、はい。その後もうね、ボクシングだって3分1ラウンド3分なのに、よくこの人こんなアクション続けられるなっていう素晴らしいアクションシーンがあって、あれやっぱ自分が監督したけど、やっぱ客席で何度も見てるんですけど、やっぱりこう客席にいると一緒になって戦ってる気分になって、うわーって臨場感がすごいんで、ぜひ北村さんのアクションシーン楽しんでいただければと思います。はい、はい、ありがとうございますそろそろお時間、あ、もうですか、はい、そうですか、本当はって言わんですね、はい、なのでちょっと一言ずつなんか、はい、じゃあ僕の方から、はい、はい、はい、まあいろんな探偵ものありますけども、今回この週末の探偵という、まあ、令和の、令和はこういう探偵さんが いそうだなっていうような、作品になったと思います。同じような空気を皆さんと吸ってるような、ちょっと社会からですね、つまはじきされてるように見えて、でもしっかりとしがみついてる人です。この人は一見だらしなく見えるかもしれませんけど、とっても根が優しい素敵な人だと思います。なのでこの映画見てですね、ちょっとその温かい気持ちにちょっとなっていただけたらね、こちらとしては万々歳だと思います。ぜひご覧ください。ありがとうございます。今日は伊藤監督どうぞ。はい、そうですね、最初になんか自分の中でそのかっこいいおじさんのヒーローを作りたいという思いがあって、なんか今どうしても物分かりのいいおじさんが作りなくてとかテレビの中で多いなという気がしてて、自分が子供の頃にやっぱりそういうのに憧れてきたっていうのがあって、それでこの映画を企画して作りました。それで北村さんが出てくれることになって、それで全く新しい今おっしゃったような今の時代にあったこの、特に自分は東京にいるんで寛容さがなくなってるなぁと思っていて、そのちょっと殺伐とした世界に今の時代だからこそのこの探偵像っていうのが作れたんではないかと思っています。でこの映画を大阪の皆さんに見ていただけるのがすごい楽しいし、なんか感じたこととか
を伝えていただければ嬉しいなと思っております。今日はありがとうございます。ぜひ映画楽しんでください。はい、今日はどうもありがとうございました。北村ゆきやさん、本当に伊川さんとかありがとうございました。北村ゆきやさん、ありがとうございました。